これは宗谷岬最北端、日本最北端の、夕食、こんな感じです。これ吹き味噌と山わさびと餃子にんにく醤油、三つ葉丸で、はい、ニラと味噌汁と、はい、チャイブ入れて、でこれニラね、という感じで質素な夕食です。雨が降ってるくっちゃの子、味噌汁で